皆さんこんにちは、朝上げコンサルティングの西方書士の加代真理乃です。今日ですね、ちょっと昨日ですね、財布がなくなったお話をしたいなというふうに思います。昨日年末、去年の年末に財布をなくした話をですね、実はこの動画内でもしたと思うんですけれども、なんと昨日ですね、また財布がなくなるということが起きまして、で、まあ、財布をなくしたのですね、なんとですね、私はね、私の兄貴なんですけれども、もう本当にね、血は争えないなというふうに思います。もうね、起きたらなんか千葉行きの電車乗って起きたら千葉だったとか言ってますし帰る時ね、私散々言ったんですよ、もう絶対寝過ごさないでねってね。そしたらなんか起きたら千葉だった、帰れないとかね、始まってで、ね、財布もなくしたって言って、財布がない財布がないってね言ってまして、どうすんのっていう話をねしてましたけども、本当に兄弟でも私と同レベルだなと思いましてで、お兄ちゃんに、ね、それ私と同レベルだよって言ったら、しょうがない、しょうがないよ、しょうがないよ、兄弟なんだからって言われて、まあそうだなと、なんか妙に納得した気がします。うちの兄貴もですね、飲み始めるともうずっと飲んじゃうタイプなので、まさに私と本当に同じで、つくづくね、本当に兄弟だなというふうに感じました。ちょっとね、この動画内でもね、お兄ちゃんちょっとね1回2回ぐらい出したいなというふうに思ってますので、ちょっとね今度、兄貴との対談動画、全く需要ないかもしれませんけれども、1本だけ、作ってみようかなというふうに思っております。またね、ちょっと、対談動画出せたらいいなというふうに思いますので、ちょっと楽しみにしていてもらえればと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしく。